全てはオーディンの手中であった。彼は連合軍の攻撃により弱ったアレスからこの危機を救う鍵となるのはオリンポス神ゼウス。オーディンの暴走を止めるには彼の力が必要であった。連合軍はゼウスの体の行方を知るロキとの接触を試みる。オーディン配下のロキを説得するのは容易ではない。アレス殿、やっと追いつきました。お一人では危険です。俺は父やアテナとは違う、人間などと慣れ合う気はない。アレス、救われておいてまだそのようなことを。自分の過ちは自分で責任を取ろう。アレスさん、やれやれ、どこまでも勝手な神様。果たしてそうでしょうか。先ほどのお話を聞く限り相当思い詰めたご様子。うん、気になるな。アレス殿が危なくなる前に。ドキ殿はあそこに。急ぎ向かわねば。バカめ、こう敵が多くては近づけるな。手分けして敵の砦を落とすのじゃ。この戦の指揮を取るのは政宗様です。私がそばにいるとはいえ無茶無謀は控えられますよ。目の前の敵をやっつけて砦を奪えばいいんですよね。そうだ銀兵、ロキ殿の元で道を開くぞ。父上の亡き者の愛から力ずくで聞き出してくれ。ロキをオーディン絶対に許さんぞ。我は不可能まで。肝心に敵の動きが読み切れません。念のため孫一様、稲姫様には本陣を守っていただきます。ならば私も本陣の守備に当たろう。そっちにましょうか。それは嬉しい申し出だ。女神さんのことはこの俺が守ってみせる。もも動くな。そこにいるのは両夫の娘。また戦わなければならないなんて。おお、見覚えのあるやつだ。少しは楽しめ。砕け散れ。あの方は何かのために戦っているのではない。ただ戦いそのものが目的なのですね。ああ、行為を振るい、ただひたすらに争いを求める、それが呂布だ。来た、貴様はなかなか手応えがある。簡単には潰れてくれるなよ。あなたを撃ち、ロキ殿に会う。それまで散りはしない。あれはサノーマル。この砦は制圧してやったぞ。さすがは絶対神の子。じゃが呂布が暴れており、油断は禁物ぞ。それがサノーマル。この砦は超支流が忘れた。待たれよ。じゃが敵も黙ってはいない。気を抜くでないぞ。さすがです、あなたならばと思っておりました。そうしてみましょう。かっこいいぞ。このうちに兵力では敵が圧倒的に多い。砕け散れ。なぜ奴らは数で押し潰そうとしない。ご無礼ながら私もそこが引っかかっております。慎重に敵の動きを見極めるべきかと。そういう時こそ勢いに任せて突っ込むべきでは。ここは稲が衝突はならんぞ。衝突は小十郎を信じ控えておれ。砕け散れ。
の砦の敵はいなくなったみたいです。さすがの怪力、恐れ入りました。引き続き周囲の警戒に当たってください。俺の力最強の武器です。あなたならばと思っておりました。腕輪が悪かった。もはや奴らの勝ち目はない。我はサノオマリ。無駄な抵抗はやめ、安らかな死を選ぶべきだ。私は願いを叶えるために生きてきた。あの屈辱の日、忘れられるはずもない。一歩も動くな。おう、面白い。すぐにひねり潰してやる。待っていろ。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。なあ、メガネさん、昔の冷たいあなたもよかったな。シカゴの柔らかいあなたも俺は好きだぜ。我はサノオマリ。ありがとう。何でしょうか。アゴイチ、戦の最中にオナゴを砕くでない。世界に来ても貴様はまるで変わらんな。来い、勝負の続きだ。ひねり潰される覚悟はいいな。こちらの砦は抑えました。お見事でございます。しかしまだ呂布が暴れている様子、ご注意。さすがなるご活躍、あなたと共に戦えること誇りに思います。承知しました。貴様はそこらの雑魚とは違う。つまらん戦はしてくれんなよ。お前を楽しませるために戦うつもりはない。私は世界を救うために槍を振るうのだ。さすがは戦巧者にあらせられる。えい、孫一、アテナばかりによって真面目に戦うのか。美しい女神から目をそらすなんて無理な話だ。それで敵にやられるなら本望だぜ。それは困るな。できれば無事に生き延びてほしいわ。玉殿、今こそ鬼神の武を発揮する時ですぞ。思うがまま、思うがままに暴れてくだされ。まもなくこの地にあの神が訪れるはず。戦の流れが変わるその時、その時が策の要点ですぞ。少しはできるようだ。その程度で俺は倒せん。させてみろ。一歩も動くな。砕け散れ。おう、俺の前に立つか。いい度胸。我らの力を示すのだ。はい、やってみましょう。返すぞ。俺が叶う相手じゃねえ。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。進め。久々に楽しめたぞ。いいか、俺以外の奴にやられるなよ。付近の砦は概ね抑えました。敵が動く気配を見せないと。
愚かな人間だ。ゼウスの力を得た私に抗おう。無駄なこと。現れました。全軍、オーディンの進行に備えてください。貴様の本気を俺にぶつけろ。ついについにオーディン殿が降臨しましたな。私はこの時を待っていたのです。オーディンが来ても戦場が荒らされてしまう。神教、なぜ父上を邪魔する存在を喜び迎えるのか。父上がようやく巡り会えた最高の戦場。誰にも邪魔立てはさせぬ。旅霊機出るぞ。ルフの娘が動いた。小次郎様、ここは私に行かせてください。私の静止を振り切り、突っ込む気満々のご様子。なら行って蹴散らしてきていただきましょう。俺が定める。オミュー、その力を俺に見せてみろ。貴様の相手をしている暇はないな。どうしてもというなら思い知らせてやる。そうでなくてはつまらん。神の力を示す。戦を邪魔され怒った呂布はどう出るか。これが向こうの軍師の狙いだとする。雪村様、アレス様、オーディンを止めてください。無理に倒そうとせず時間を稼ぐのです。承知しました。できれば引き裂いてやりたい。今正面からぶつかったとで勝ち目は薄い。趙雲様と銀平様は雪村様たちの援護、くれぐれもご無理はなさらぬように。承知した。私の力で抑えられるか。自信はないけど頑張ります。両方戦の武見せてやる。小次郎、龍が出るぞ。呂布の相手はわしに任せよ。政宗様、無駄に活躍していただいても困ります。足止めするだけで構いませんので。ニュアレストも心得ておるわ。呂布は強敵だ。私も共に行こう。どこまでも立ちはだかるつもりか。父上に戦を邪魔するならば容赦はしない。オーディンに従えば人も世界も皆滅ぶのです。そうなれば呂布ももう戦うことなどできない。永遠に戦えるという話は嘘なのか。しかし私はどうすれば。さっきの話も本当なのか。父上を平気、一緒に戦ってください。皆のため、そして何よりあなたの父上のために。その言葉に偽りはなさせぬ。だから私もお前たちと共に行く。戦いの邪魔をする。力ある人間はユグドラシルの良い餌と。あまり消耗させたくない。リョフ、お前はさぬ。下がれだと。ふざけるな。好きに戦えるというからお前についてきたのだぞ。戦いを邪魔するなら次に俺が消し飛ばすのは人に貴様だ。オーディン、俺が定める。
との戦いが一番楽しめそう。さあかかってこい。目先の欲に負け私に逆らう。どこまでも愚かよ。我らの力を示すのだ。はい、やってみましょう。はさすがは戦功者にあらせられる。さすがなるご活躍、あなたと共に戦えること誇りに思います。よく殿の敵は我らの敵。我が軍はこれよりオーディンの首を目指しますぞ。やはり向こうの軍師は呂布が離反するのを読んでいたようです。思い知らぬ上に攻めに出ず、オーディンの到来を待っていたか。おやおや、私の策に気づいた方がおりますか。連合軍にも一癖ある軍師がいるようですね。大事な力をこれ以上消耗させるわけにはいかない。愚かな人間にまた逃げるな、オーディン。まだ勝負はついていないぞ。打ち取った。オーディンは去ったようですね。急ぎロキ殿の元へ向かわねば。ご無礼ながら上敵でございます。さすがです。あなたならばと思っておりました。あなたが戦ってる姿素敵だ。さすがです。あなたならばと思っておりました。ジン、お前にしろ。この事態を読んでいた。帝の動揺を抑える手には即興とは思えぬと。神の思惑と呂布殿の理想とは相入れぬもの。私は二つをあるべき姿に戻しただけですぞ。見ただろう、君たちにオーディンは倒せない。そろそろ諦めることを進める。それはできません。私たちは最後まであがいてみせます。参ります。ロキ殿。ロキ殿、私たちの思い受け止めてください。なかなかやるな。俺も少し本気を出すとし。私の願いが叶う。あと少し。邪魔をされては困るんだ。俺とてここで引き下がれるものか。自分の失敗はこの手であがらう。ロキ、お前のその迷いは何だ。なぜ君たちは諦めてくれないんだ。教えてください、ゼウス殿は一体どこに。ロキ殿、この景色は。ロキ殿、ありがとうございます。しかし、なぜ。今さら奴が出てきたところでオーディンの計画は止められはしない。そう、止められないんだ。彼らはこのまま滅びる。私の願いはたった一つ。叶えるためならどんなことでもしよう。それなのに、なぜ私はこんなにも迷っている。ロキ殿はゼウス殿の居場所を教え。やつにしては珍しく何か迷っている様子だったな。味方として共に戦い、そして敵として対し、人の強さと可能性に気づいたのかもしれぬな。そう、まあ鬼神も味方についたんだ。
俺は強いやつと戦えればそれでいい。あのままオーディンの元にいればそれができんから。こっち、リョク殿はどこの世界でも変わりませんな。オーディンを裏切っていただくためにどれだけ、陳宮さんはリョクさんを寝返らせるために敵軍に？もちろん、もちろんですとも。オーディンに全てを滅ぼされてはたまりませぬ。ですからリョク殿が裏切るよう仕向けたのです。陳宮、よくも父上を利用するような真似を。でもそのおかげであなたはお父上と戦わなくて済んだ。それはそうだが。これからよろしくね、デーキ。それにしても厄介なことになったわ。まさかオーディンを倒すことができぬとは。何度も蘇ってしまうなんて、ゼウスさんの力を得たからなんでしょうか。このままでは破壊神を倒したところでオーディンの野望は止められぬかもしれない。両方戦の部、誰にも止められはせん。鬼神の娘、リョレイキ。陳高台、乱世にその名を轟かせましょうぞ。何度でも蘇るオーディンを倒す、難しいですが。やっぱりそう思う？腕輪も使えそうな気がしない？それはいいですね。力を込めるのに最適でしょう。すまぬ、さっぱり話が読めぬのだが。失礼いたしました。まずこの世界はもともとオロチが作ったもの。この世界にいる限りきっとオーディンもそれに逆らえない。だからオロチを倒して、腕輪は神の力を込め刺激するためのもの。オロチの力であっても腕輪に魔王の力をも注ぎか。というわけでアテナさん、アレスさん、オロチは頑張って倒すからその力を吸収して。それは難しいな。あの腕輪はかなり繊細なものだ。オロチ本人が行うならいざ知らず、他者の力を外から腕輪に込めるとなると、それができるのはおそらく父上だけだろうな。となるとますますゼウス殿の復活が欠かせないな。だがアレス、本当に父上を蘇らせることができるのか。余計な心配はするな。俺は必ずやり遂げてみせる。その後のことはお前に任せる。いいか、アレス。ウジアス、のんびりしていていいのか。若造みてえに張り切る年でもねえんでな、ぼちぼち戦支度をしようと思ってたところだ。そうか、俺はてっきり戦は娘に任せて。ドアホー、うちの娘はまだおしめが取れたばかりだぜ。うちのジャジャ馬もまだまだ危なっかしい。俺が前線で踏ん張ってやらんとな。ったく、いつまで子守をしなきゃならねえんだか。